こんにちは、ドクターネッケズです。やってなかったイベントやっていきましょう。ドキ水着だらけのアバンチュール大作戦後日だ、1話ひと夏の思い出を。ルキアやレンジたちが海に行った数日後のこと、その話を聞いた死神たちの反応は。10番大社。どうじゃ。レベル上げのためにちょっと水着キャラでね。終わりだ。面白い。その。様の牙は私に届くことはない。ちょっと待って、なんか忘れないうちに、まだ全開放終わってない。足んなかったな当時。もうこいつらって覚醒できるようになったんだっけな。ああ、転生できるようになってる。やんなきゃ。あら。2話、夢叶うとき。龍が如くみたいなタイトルだったな。海に遊びに行った死神たちを羨むランギクたちやイバたちのためにルキアがお願いしたのは。もうこういう時はもう羨もんかなんかじゃないの。数日後、よりち様ランド。
どうじゃ。なんでランギクさん水着じゃないんだ。3話出血大サービス。岩井にスイカを探してきてほしいと頼んだランギク。それを待つ間何やら妙案を思いついたようで。無茶をしました。何話まであるんだ。5話までか。6話までだ。4が負けられない戦い。女性陣が水着ファッションショーを繰り広げている頃、岩はお目当てのスイカを発見する。一方その頃、かわいそう。油断は禁物ですよ。さすが初期の夏キャラ。私に届くことはない。スイカの行方。スイカをまずランギクたちの前に現れたのは、ある人に呼ばれた意外な人物たちで。
どうしてもちゃんと当てたくなってしまう。隙だらけじゃのすごいだろう。どうじゃ。よくは、これ大断言って読むのかハッピーエンドって読むのか。念願だったスイカ割りができ大満足のランク。早速みんなで割ったスイカを食べることに。戦記クエストばっかだったからさ、全然レベル上げを怠ってしまっていた。はい、ここまでですね。今回は新しい宇野花さんが手に入るんで、皆さん頑張ってゲットして、霊玉35個しっかりもらっていきましょう。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。